わからん。ピーパパの歌？違う。何の歌？自分で作った歌。自分で作った歌、もう一回歌って。ピーパーポッパーピーピーポッパッパッパピーポッパーピーパーピーポピー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 ポッパーパーパー。なんて歌うの？自分で作ったんだ。お、うまいじゃん。ダメや。下手くそ。空振り。中に乗ったりできるんだって、小さい子とかひなちゃんとか。泊まるの面白かった？ここ。うん。何か面白かった？あのね。うん。階段。はしご登るの面白かった？うん、あれ結構高いところにあったね。寝れた？誰が最初に寝た？それはもうパパの子。うそ、パパ結構起きちゃったよ。ありがとうございました。はい、チェックアウトですね。はい、はい、はい、ありがとうね。はい、ございます。どうも、はい、ありがとうございます。はい、またお願いします。もし気持ちよかったね、天気よく。すごい綺麗やね。小学生の子はどんなに近い？同じで折り返し地点がちょっと遠くなるだけ。降りてみんでいい？ん？降りてみんでいい？あ、雲があった。雲がないねって言ったら、なんかだっていっぱい止まっちゃうやん。見て、雲あった、なんで？あ、こっちにも見て、みーちゃん、左の雲面白い形でしょ、スライムみたいな形。うん、着いた着いた着いた。遊園地もあるね。パパ、じゃあ動物見たら遊園地行く？まもなく目的地周辺です。パパ、あの動物見たら遊園地行く？うん、待って。カーレースがある日だったら真下に。そう、それ。あ、それみんな乗る。小さい。これ小さい人乗る。乗る。いいよ。ダメなんで？いいよ。あのね、大きいやつね、みょん身長足りてダメなのね。あとさ、みょんさ、あの小さいの乗るから。うん。全部乗れるやつ全部乗ってごらん。全部乗ろうぜ。いいぜ。
制覇しようぜ。ようなもん今日ジェットコースター乗れたことやる。怖かったやろ。楽しかった。でも降りるね、早いのはね、しんどかったけどね。みんな同じ方向やったから。僕はね、ウォーキングお散歩コースだね。お散歩やだ。やだ。だってお散歩楽しくないよ。歩くだけじゃん。いいね。ここ綺麗。うわー、大きい。いや、なんか抜けれん。汽笛が鳴るよ。汽笛が鳴るよ。ようこそ地底探検へ。なんかさ、あれみたいやね、なんかお城の中っていうかさ、なんかピラミッドの中みたい、うん、ほら、どこに行くの、本物や、ね、本物みたいやね、倒れてくるぞ、探検隊みたい。マコンさん、目が悪いけ何も見えない、ね、もう少し明るくていいね。うわ、見て、マンモスがおる。ゾウみたい。マンモスが本物やね。昔のゾウ。うわー、やめてくれ。暗くて見えないけど。ほんとやね。わけわかめな。暗くてわけわかめ。暗闇なんやけど。暗いところはただ走るね。水を口の。これ1200円です。いや、けどなんかすごいね、マンモス、うん、面白いよね、映えんね。いやけど、もうちょっと明るくしてほしい。映えんね。じゃあ、ゆかさんも言ったけど、それおかしいと思う。こっからこの服取れんのよ。下手くそ。これ鶏肉やろうね。これが妙なのよ。うん、分かった。鶏肉が美味しそうやね。内側や中の下、尻尾の先の方にまであります。大きな体と。皆さんお疲れ様です。モコです。とりあえず飲もうぜ。お疲れーす。あ、うまっ。今日ね、久しぶりの連休もらってまして、今日連休最終日、2連休の最終日です。ねえ、あっちゅう間ですね。お腹減った。タコのお刺身。うまっ。うまっ。まあね、連休やったんですけども、急遽ね、連休ってのが決まったんで、慌てて1泊2日
小旅行をね計画して行ってきました。まあね、ママもちょうどね休みやったんで、ちょうどね、みんなお休みでねタイミングあったんでね、ケビンっていうんかな、コテージっていうんかな、あの木のお家に泊まり行ってきまして、キャンプ場のケビンっていうんかなね、結構時々泊まり行くんですけどね、そこでちょっとね遊んできました。あと動物園行ってね、サファリランド行って連休満喫してきましたよ。あーめっちゃ遊んだ。ね、子供たちになんかね思い出に残ってくれたらありがたいけどな。ね、明日からまた仕事ですよ。ね、明日は何の仕事が出るかわからんけど、まあ、今週もね結構休み取っとるんで、まあ、長距離ってのは行かれんと思うんですけど、まあ、近場の仕事ね何かあればつくんじゃないですかね。もうね今日ね朝からずっと走ったり歩いたりしとるから、もうねダウンですよ、ダウンもこ二等兵ダウンしましたよ。もう疲れた、足も痛いしヘトヘト。まあね、また近いうちにソロキャンプにはね行こうと思ってるんですけど、なんかね焚き火のできるね、直火で焚き火のできるキャンプ場ってあるんで、ちょっとねそこ明日でもね時間があったら行ってこようかなと思ってます。多分明日長距離使うと思うから、明日そこ行ってこようかな、直火のキャンプ。もうね僕普段短パン半袖で暮らしとるんですよ、普段はね。今日はね寒かったな、さすがに。もう秋ですね、もう秋や。短パン半袖じゃ寒い。今もねちょっと寒いぐらいですよね。ね、焚き火が恋しくなる季節ですね。焚き火せんといけん。おいしいね。今日は一人で屋上にてビアガーデンやっております。我が家でビアガーデンめっちゃいい。はい、というわけでね、今日はね家でのんびりしておりました。またね、連休とかね休み取れることがあればね、またどっか急遽でもね計画できたらいいのかと思います。そんな感じで今日はこの辺で、また明日、またね。